おはようございます、こんにちは、こんばんは、パクチーです。よろしくお願いします。今日はね、真夜中の訪問者シリーズ、まあシリーズ化しちゃってるんだけど、こちら皆さん覚えてますか？ぴょんちゃん、こちらぴょんちゃんね、ぴょんちゃんいるの今ゴミ受け取ります、料金 100G って書いてある。何そのゴミ受け取ります、 100G で受け取ってくれんの？じゃあちょっと取引していい？何受け取っ、ゴミ何でもいいの？何、じゃあトラマナミストでもいいの？15で夢を見に行こう。キューパー欲しい、持ってないからね、キューパー。さあレッツゴー。あ、これチャンスタイムだ。じゃあもう全部ピョンちゃんに任せるから、この回。うん、そっちしかないもんね。そっちしかないもんね。お、イカちゃんあんじゃん、イカちゃん。お、すごい。もうこれ勝ちゲーじゃん。もう何やってもいけんじゃん、次の回。さあ、全部いける。おぉ、導いてくれるね。最後まで導いてくれるのか。あら、どうする、どこ行く、そっち行く。あ、でも結局ゴールできんのか。どっちにしろ1回は。おお、持ってますね。うわ、毒ガード出たじゃん。でもこれはしかもアビスセーラーだから、そう、勝てますから。最高。だいぶ大変だね、それ。さあ、うわ、どっち行く、お、そっち行く。あ、下ね、いいよ下ね。ちょっと待って、危ねえ、開けるとこだったよ、ここね。さあ、あ、キリン力じゃんそう、レベル上げのやつね。さあ、2体出てきた。ジラフマスターだった、ジラフマスターの方が弱いのか。オッケー、うわ、ギラグレード、やばい。さあ、タイガー、でもギラグレード避けられるもんね。死んでる、スピンシーノーマル、ノーマルシー硬そうなコンボで、コンボっていうかコンで。頼む。あー、ダメだね、光ダメージか。さあ、どっち行く、お、そっち行く。じゃあ行きましょう。頼む。どうだった、赤、いいね。お、どうする、どっち行く、赤2個あるからね。ボス開けてく。あ、ちょっと待って、いいよ、いいの、ボスでいいの。じゃあ開けてくよ。これであれでしょ、倒されちゃうんでしょ、うちらやべえ、キリンじゃん。うわ、これまずいやつよ、これだいぶ強いよこいつ。待って、ピョンちゃんにギラグレードしてるよ、大丈夫、避けてね、ちゃんととりあえず青から行くから、うち。なんで入んないのちょっと頑張って、大丈夫、あ、いいね。さっきもこんな感じの見たよね、パート2じゃん。あ、待った、ギラグレード、避けていく、避けてなかった、当たってたナイス避けじゃなかった、普通に当たってた。やばい、ぴょんちゃんが今落ちました。え、このエコーさ、何あれにも入ってんの。死んだー、入ってんだスカイプにもマジか、初めて知った。さあ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 、
横浜のラジオね。うん。うん、うん、あータイトルコールねおー一個じゃダメだよな、何もついてねこっちだねとりあえず。さあこれでどうだ。うわっ、 そこ行く。これラストだよ、大丈夫よ。行け。おっ、おじちゃんがいる。じゃあ交換してもらおう。はい、3個ね。とりあえず上、体上交換してほしい。1個、体上、お、さあ食べます。うわ、うん、ちょ、ダメだね。うわー、クソだ、クソ、全部クソ何出たの。出た、その埋め尽くし、全然嬉しくないね。くそー、もういる、なんもいらないこれ、なんもいらないよ。アビスセーラー下も別にこれ使わねえもんな。毒 60% じゃいらないかも、なんもいらない。残念ですね。まあこんな感じで、まあそうだね、ゼルメアの神は全く出れてくれませんでしたね。まあ牙を剥いてきました。いやーね、今回はねゼルメアの神が、まあ、なかなか、牙を剥きましてね、埋め尽くしね全然来なかった。埋め尽くしどころか目的の毒ガードの埋め尽くしっていうかね 100% も出ることがなかったので、まあまた次回ね、挑戦していきたいと思います。もしよかったらね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは、パクチーでした。どうもありがとう。バイバイ。氷に覆われた山々。荒れ狂うブラッドウェーブ。そして、魔界のようにまがまがしいアストルティア。時に、このアストルティアは牙を剥くことをします。そして今、一人の旅人が、キングサーモンを求めて旅立つのです。道中には様々な危険がつきものです。こちら右手にね、モンスターがいたりとか、そういうね、危険が隣り合わせであります。なのでね、慎重に向かっていきましょう。こういったね、ストーンマンといったね、こういう危険な動物もいますので気をつけてください。すいません、当たってしまいましたね。今のわざと当たっていったんですけどね。逃げていきましょう。今回はね、一人なので。洞窟を抜けると、そこには小さい池があります。また、ドラゴンも多数存在します。こちらの彼らは、またね、キングサーモンを主食にしているんでしょうか。捕食されないように気をつけて進みたいと思います。そして目の前に見えてきたこの小さな池が、なんとキングサーモンの生息地になっております。こちらね、地図上で言うと C の5になります。それでは釣りをやっていきたいと思います。釣り竿を使うのはこちら、氷の釣り竿貝星3、そしてトゲトゲのルアーの星3を使います。これでないとラインを切られてしまう危険性がございます。実際に竿を投げてすぐに当たりがあるとは限りません。気長に待つのです。ただ周りの彼らにもご注意していかないといけませんね。こちら162メートルに
現れた大きめの魚影、こちらは大ナマズです。なのでこちらは諦めます。それではひたすらね、釣っていきたいと思います。こちらの大きな魚影 303.3m、 この魚がキングサーモンです。あとは氷の釣り竿貝星さんとトゲトゲルアー星さんで釣り上げるだけです。ただまだ油断は禁物です。この池に引きずり込まれる可能性があります。それでは引き上げていきましょう。さあ食いつき度が上がりました。竿を引いていきます。さあすごい勢いで引っ張っている。超力ダメ、これは気をつけなくてはいけません。とりあえず1回はトゲトゲルアーの力で回避することができますが、トゲトゲルアーでなかった場合はこのままね、池の方に引きずり込まれてしまいます。さあ引いていきます。1回1回慎重に上げていきます。口を開けた、次の行動はやばそうだ。でもトゲトゲルアーを信用してこのまま引き続けます。そうです、こういうことなんです。どんどん引いていきます。さあ超力ため、少し怖いのでここで竿を緩めておきましょう。さあ竿を引いていきます。まだ安心はできません。さあここで 97.5m まで引くことができました。 100m を切ったからといってまだ油断してはいけません。彼らは時に牙を剥くのです。ここで必殺技の氷の力で引きます。カチンコチンになりました。あとは竿を引いていくだけです。1回目、2回目、そして3回目。さあここからが緊張です。30メートルを切ったからといって油断してはいけません。さあ竿を引いていきます。上がってしまいました。完全に油断してました。さあキングサーモン、お目当ての魚が釣ることができました。こちら 189.6cm。 ただキングサーモンを釣ったからといって油断してはいけません。なぜなら捕食者たちが周りをうろついているからです。また次回ディスパクリーチャンネルでお会いしましょう。それではパクチーでした。